米沢市市の成人式が市民文化会館で行われましたこの日、成人式を迎えたのは昭和47年4月2日から昭和48年4月1日までに生まれた男性822人と女性758人の合わせて1580人で昨年より99人多くなっています。 艶やかな振袖姿の女性や、スーツや袴姿の男性で会場は華やかな雰囲気に包まれました。2人の新成人を代表に市民憲章を労働した後、高橋市長が、国際化が進む21世紀に向け、地域社会の担い手として活躍してほしいと励ましました。また、新成人の代表者が、 社会人や学生など立場は違うが、それぞれに夢や目標を持って、若者らしい生き生きした力で社会に貢献したいと、力強く決意の言葉を述べました。